Hola, pessoal, para です。今日はですね、なんと、豆柴炭さん、豆柴炭さんってみんな知ってる？ババラのね、このアイコンを描いてくれた、アイコンの、エミの、親です。豆柴炭さんがね、なんと珍しくホームパーティーを開いてたので、ね、遊びに来ました。これもう来るしかないでしょ。自分の生みの親じゃないけど。自分のアイコンの生みの親がいたらそれ会いに行くでしょう。まずはね、玄関入ってすぐ温室なのかな？めっちゃ可愛いんだけど。植物大好き。多分ね、植物好きな点はね、一緒なんだよ、私たち。勝手に妄想。マジここ可愛いんだけど。温室だよね、温室だと思う。今コーヒー飲んだ、美味しい。あー、かわいい。ここからの風景撮ろう。いいじゃん。すごい。屋根もさ、ちょっとリアルじゃない？温室の屋根ってこんな感じの気がする。待って、そして初めまして、こんにちは。ありがとうございます。ありがとう。本当にありがとうございます。はい。ってことでね、特別に5分間だけいただきました。もうね、予定がね、詰まってるということでね、急いで見ていこうと思います。こちら、トイレ。 はい。壁、天井を低くしてトイレ感がね、出てます。個室の。そしてね、この門をドアに表現してるのも素敵でした。はい。 続いて上行きます。じゃんじゃん行かないと5分はあっという間。トゥットゥルーン、レストラン。かわいいね。いい感じ。お、待って、こっからの景色が最高じゃんか。変な建物あるけど、あれは一体なんだ？ババラ、急ピッチで話してるから、ちょっとなんで自分が何言ってるかわかんないけど、素敵です。かわいい、こっからの風景。どっから行こっかな。だってあの建物やばいんだけど、マジ気になる。よし、赤い屋根から行ってみましょう。釣り、フィッシュ。だって、なんかこれスヌーピーの家みたいだね。なんか屋根が赤いと全部スヌーピーの家にいる。おお、こっから入れない。やばい、時間はカクカクコクコク一貫と来てる。あ、うん、いい。あ、あったぞ。あ、スイートな感じですね。かわいい。かわいいものを一気に集めましたっていうのが、すごいわかる。うほう。やっぱ窓あると素敵になるね。桜の、あれ、ラックが、月が綺麗。行きましょう、次に。やばい。待って、こんなに焦っていいのだろうか。ほら、わからなくなってきたよ。あ、謎の塔の入り口発見いたしました。こちら、なんだ。 魔法使いの館っぽいな。マジか。おお。 マジかわいい。え、こんな塔作っちゃうの、すごい発想がね、すごすぎる。 上上がっていくと、これは、なんだろう。つかの間のひとときのスペースだ。すごい。 いやー、ちょっと待って。時間ないのがもったいないな。これ明日改めて来ようかな。ちょっと悩んできた。いや、でも見ていこう。せっかくだからね。なるべく、しっかり。でも短いだ、余分なことを省いていきましょう。ほら、たまにね、休憩とか言って、ふわふわーってしちゃうときあるけど、これはしっかり全部見ていこう。あ！かわいい、ここ。待って、リゾートっぽい。え、2階行けるの？豆柴さんについてくる。あ、見て、この床、パーテーションを床に見立ててる。この、あ、これ床に使うのいいな。かわいい。リゾート感すごい出てる、ここ。へえ、あ、屋根までついて休憩スペースだね。かわいい。あ、あと私ここツイッターで見た。みんなね、プールの中に入ってね、お酒が飲めるの。めっちゃ可愛いと思ったんだけど、ここ。見て。みんなで座ってみた。金持ちの、あれみたいなっていう。わかんない。金持ちの遊びみたいな。わかる？言いたいことわかる？ ああ、どうしよう、次が。引き止めてしまってすいませんでした。はい。明日また改めて来ます。ちょっとね、無理だわ、一気に全部見ること。ちょっとババラ、脳みそが追いついていかないっていうかさ、人間限界がある。
明日もやるよかった。あは、めくれんさんがいる。めくれんさんだ。昨日ね、めくれんさんのホームパーティーに行ったの、すごいかわいいね、お家でね。動画撮っちゃった。すごいさ、10人ぐらいしか入れないお家だったんだけど、あ、人気殺到でなかなか入れなかったんだよ。あ、近々動画を出していこうと思います。では。昨日の続きで、豆柴タンさんのお家を紹介していこうと思います。今日は時間があるので、ゆっくり紹介していこうかな。こちら。いい通りだね。おしゃれだ。以前ここのね、建物上行ったんだけど、下行ってみま、あ、かわいい。とってもね、かわいいワンちゃんがね、あれしてる、遊んでる。小屋いいね。あ、豆柴さん。あえて光栄です。今日も遊ばせていただきまして、ありがとうございます。なんとね、これがね、2回目の出会いだとね、わからない感じですよね。愛語書いてもらったのに、ゲームの中でなかなか合わないっていうのはおかしいよね。よし、行こう。ここが、プールの家でいう地下室の近くだね。なんか、木の壁が目立っていい感じだね。で、ここのテーブルで、なんていう、水槽を眺めながらご飯を食べる。このランプがすごいいい感じ。ホタルみたいな感じになっててかわいい。あ、あ、抜け出せなくなった。待って。今日は、何もトラブルなしに落ち着いてやっていこうと思ったのに。こうなるか。はい、以前ね、ここで、お別れをしたと思うんだけど、このね、地下室、ここだけのエリアになってるんだけど、すごいおしゃれです。この、木の黄色いところがね、すごいお気に入り、かわいい。ね。はい、上に出てきたらね、なんと、てんやが、あ、違う、ももてやん。ももてやん。フレンドのももてやが出てました。まさかの同じホームパーティーにいるとは思う方、昨日も同じホームパーティーにいた。はい。ここ広場みたいな感じかな。リゾートホテル感があっていいね。しかもちょっと浮かせて階段で上がれるような感じになってる。これ好き。ろうそくのこれ好き。ああ、かわいい。ここの部屋はプライベートのお部屋かな。すごいかわいいんだけど。やっぱね、全体的に、こう、統一された感じがいいよね。ババラにはできないんだよね。ババラなんか統一っていうことができなくて、みんななんか、うまくやってる。あ、見て、ここの窓。横にしてさ、シャキーンってやってかっこいい感じにしてある。和風？あ、こんな感じか。階段も消してる。存在感消してるね、階段の岩で。これね、一風変わった感じになってすごい好き。なんかプールの家じゃないみたい。みんなと違う感じを出してますのがね、すごいいい。あえて、もともとあったもの消してる。いいです。では皆さん、ぜひね、豆柴タンさんのお家に行ってみてください。絵師もやられてるのでね、イラストを購入したい方はね、ツイッター載せていくので、チェックしてください。ではご視聴ありがとうございました。またの機会あったらよろしくお願いします。チャオビジョン。バイバイ。